メニュー7、コーンの位置でボールタッチをコーチの目線で説明したいと思います。メニュー7では、5メーターぐらいの間隔で、コーンを置きます。でここから直線にスタートするんですが、スピードを上げてドリブルを、最後のところまで1つのコーンからコーンの間までワンタッチ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 、できるだけ少ないタッチをすることを心がけてやりましょう。その時に意識するポイントとしては、まずボールタッチの強さ、あとは自分のスピード、そのバランスがすごく大切で、やるときにボールの強さはどうだった、自分のスピードは一番速い走りだったかということを、声を消しながら、やっています。でその時にどうしてもドリブルした時にボールが流れてしまうと、次のジグザグの角度が広くなってしまうので、そうするとスピードがなかなかまた上げづらくなったりしてしまうので、なるべくコーンの横をぶつからないように運べると、次のところまでの角度がなくなり、スムーズにドリブルで、ゴー抜きうなぎドリブルみたいな形でできるようになると思います。自分の一番速いスピードを身につけよう。どうでしたか？意識することでプレーは変わります。